買い物は3日に1回に、東京都小池栄子知事。先ほど東京の小池知事が記者会見にて、都民に対し、毎日の買い物を3日に1回程度に控えるように要請しました。また、スーパーなどの事業者に対しては、買い物カゴの数を制限して入店を抑制したり、高齢者専用の時間帯を設定するなど要請しておりますけれども、こちら、 買い物の頻度を制限するのではなくて、まあ、どうもですね、家族で複数人で買い物に行かれてしまっている方がえかなりいらっしゃるようでございますので、こちら、買い物は一人で行くようにと要請した方がいいんじゃないでしょうか。不必要に多くの方がスーパーなどに行ってしまいますと、そこで、 3密が生まれ、感染拡大となってしまいますので、東京都には、政府には、こういった買い物、できる限り1人で行くように要請をしていただき、スーパーにおいても3密となって感染する可能性があると、しっかりと注意喚起を行っていただくようにお願いいたします。 以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。